やっちまったな、やっちまった。映像をね、自分でもう一回見るのは非常に、嫌なものですけどね、ぜひ皆さんもこの失敗例をね、見ていただいて、こういった大失敗はね、繰り返さないように、戒めにしていただけたらと思います。本当に油断大敵というかね、慣れないことはするもんじゃないですな。
ましょう、海峡内の貴重な。本館町かな。ちっちゃめの。しまいました。これがこの返しの、結構返しはちっちゃいんだな。1センチぐらいね、この辺まで入って返しで抜けなくなったっていう状態ですね。やれやれ。まあしょっちゅうはね、病院行って麻酔して切って切って抜くだけなんで、まあしょっちゅうはすぐ終わるんですけど、やれ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 。これをね、これをこの状態で下に置いて暴れて、これが刺さったと。いやー、愚かなことをしてしまいました。だからね、普段はね、深いところで、水深100より深いところでカンパチ上げてる場合はもう上がってきたらバテてるんでね、まああんま暴れないんですけど、今回水深70ぐらいで釣っちゃってるから、もう元気いっぱいなまんま上がってきちゃったもんだからね、こんなことになっちゃったんですよね。まあとにかく今後はもうジグがついた魚は絶対ネットで上げるようにします。皆さんもお気をつけください。